はい、ゲームコレクターのソケカンです。チャンネル登録よろしくお願いします。今回もね、ゲームコレクターソケカンの、テレビ番組チャレンジ、なるほどザワールド、4回目かなになります。はい、ということで早速ね、プレイをしていこうかと思います。はい、で、スイッチオン。テーマがね、毎回番組、毎一月ごとに一回開催されてるような番組というよくわかんない設定なんですけども、各回にテーマが、国のテーマがあって、今回が4回目なんかどこかなってところで、1回目が日本で、2回目がアメリカで、3回目が南極とかね。なんで南極かよくわかんないんだけど、4回目はね、どこになるでしょうか。またこうね、パスワードのめんどくささね。パスワード絶対この濁点を入力するのめんどくさいよね。なかなかないよね、こういうパスワードって。こっちか。あれ？アイドか。あれ？これポか。あ、違う。逆だよ。よし、長えなパスワード。今回どこ？イギリス。イギリスですか。南極より先にイギリスのような気もするんだけど、南極っていうのは大体難しいよね、扱い方が。イギリスね、イギリスならまだなんとだからなるんじゃないかな、クイズも。さあ始まりました、なるほどザワールド。今月も楽しくいきますよ。さあみんなで声合わせて、せーの、なるほどザワールド。もう言ってたし先に言ってたし、さあトランプマンによる席順決めゲームです。1番から4番までの数字が書かれたコインが4枚テーブルの上に置かれています。トランプマンの手によってカップの中に隠されかき回されてしまいますが、この中から好きなカップを選び、見事1番のコインを見つけたパネラーは1番の席に、2番のコインを見つけたパネラーは2番の席に座れます。あれ、なんか今までに比べるとシンプルな気がするのは気のせいでしょうか。最初の時なんか風船割りとかだったよね。ほう
なんだろうな、あの回転するコインとかってあの目押し効かないああいうのに比べると全然前回ねひどかったもんね。いやいやいや、これ最初っていうかどっかで一番、ま、っていうか前回ビリからね一気に一番いったけども、今回は一番からだから耐えるだけだよね。さあここからが本当のなるほどザワールド。まず最初は早押しクイズ、いつものごとく答えが分かったら A か R ボタンで回答、正解全問題は全部で5問です。あーもう言われてた。そういうことか、そういうことか。早打ちは結構厳しいよな。あ、なんだっけこれ、これ分かるような気がする。あれ、あーやられた。うわくそー、地味なクイズだ。知らねえ。一応答えとくか。7777、あれ7じゃないの、じゃああれ違う、7じゃない、7が7かと思ったんだけど、 1?1 じゃないの、もう答えられない。これ正解だよ。いやー、わからない問題答えちゃダメだね。これ前回出なかった、これ前回出なかった、これクイズ結構かぶるのかな。いやー、しかも2問連続ビリヤード問題って何なんだこれ。そうか、シリア、アラブの、国旗は後でちゃんとググっとこう。誰だこれ、誰、なんだなんだ、全然わかんないんだけど、はい、その通り。第2問、誰、わかんない、はい、その通り。もうそれっぽいでいくしかなかった今の。
いや南極より全然答えやすいね。ダーウィン？ダーウィン？なんかすぐボタンを押してくださいの感じになってるよね。大丈夫か。次のうちイギリスの文豪 DK。 事件って誰？そうなのか、知らんがな。ディケンズのクリスマスキャロル？わかんないけど。なんか全部一番にまとまってるな、これ。なんでだろう。いや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 、あったあった。いや、あまりに違う有名映画ばっかりならんってちょっとびっくりしたんだけど。ビートルズの曲出ないの。これなんだっけ。おお、ベニスの女っていいね。なんか知んないけどいいね。うん。南極よりだいぶ遊びやすい、クイズ答えやすいね。さて、こっからどんな感じかな。ビッグベンですか。どこ歩いてんだよこの子。てかどこ立ってんのこの人たち。リポは今イギリスに来てますっていう立ち位置じゃないんだけど。乙女の心はときめきのヨーロッパ。今月のクイズは世界の王様お姫様クイズ、王行き先に関するものなら何でもあり。音楽の王といえばとか、あ、そういうのが来るのか。首相は難しそうだよね。日本の首相とかだったら時代的に誰なんだろうみたいな。この中で首相じゃないの誰とか言われたら結構困るよね。これなんだっけ、グレース・ケリーだっけ。1830年7月革命でイギリスに亡命したブルボーンの最後のフランって知らねえ。おお、知らないけど、知らないけど。アンデルセン童話は親指で親指がさ、最初の結婚させろになったけど、なんだろう。これ分かんないけど、なんとなくそれっぽいなって感じで。アメリカの自動車王と呼ばれたのは、違うのか、フォードか。なんかエジソンって、なんか知んないけどエジソンって答えたくなっちゃったけど、多分フってフォードでしょ。だから、あれ、Yeah.
ファーブルは何、昆虫王かなんかか。いやー、危ねえ危ねえ。動画は白雪姫の中で白雪姫が騙されて食べられてしまった毒入りの果物。映画王様と私の舞台と、これどこだどこだ、これインドか、あ違う、ないか、カンボジア、あ違うの、どこだどこだどこだ、あれどこだっけ、アジア圏内な気がするんだけど、あれどこだっけ、まあこういうトンチンカンな答えしてるうちは大丈夫なんだけど、あれ王様と私って、いや、あれインドとかだと思ったんだ、インタイとか、あれってか 何があった、あタイ、あタイあるじゃん、タイあったね、星の王子エディマフィか、結構範囲広いね、王子で、ね、この辺りが映画クイズ来るのはね。エジソンどこよ、違うんだ、エジソンどこだ、エジソンどこ、アメリカどこアメリカじゃないよな、あれ今どこって出た、エジソンどこだいや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 、そういうボケいらないんだよな、それはいらないんだよなアメリカなんだ、そっか、あんまりピンとこない、あでもそうだよな、時代的に確かにそうだね、うん、ティラノサウルスじゃないの、猫だろ、意外と答えやすいクイズ多かったような気がする、もうなんか南極基準からいくと何でも答えやすいような気がするジャンピングゲーム今度何、なるほど 100m、 これは何だろう、連打かな、また A ボタン連打して走るゲームです、ただしレース上には網くぐり、平均台、土管くぐりといったさまざまな障害物が待ち構えていますので、それらを次から次と手と乗り越えていかなければなりません、ボタンを連打するスピードが勝負を左右しますからね、力の続く限り、力の続く限りって言われても、ほう、ボタンの連打か、左右移動とかないのかな、あ、このパターンか、なんかボンバーマンみたいなんだけど、いやこれなんか土管とか出てくるけどさ、ボタン操作関係ないんだろこれ、あれ何これ、あれ何これ、あこれ下、あそういうことか、そういうことか、下押すのか、くそ教えてくれよそういうのは先に、じゃあこれはどうすればいいんだ、こういうことか、こういうのは先に十字ボタンの使い方を教えてくれよ、
これどうすんの、これどうすんの、どうすんの、これ網か、こうか、はい、これどうすればいいの、これこれただのレンダー、これ何やってんの大体ね、これ何やってんの、これ網は下くぐるってこと、こういうこと、あれこれどうすればいいの、これ、あ、こういうことで、これやっぱ下だった、やっぱ下だった、え、これ何これ、これ何これ何これ何、え、これどうすればいい、いや、わかんない、わかんない、わかんない、どうすればいいのこれ、え、これどうすればいいの、これどうすればいいの、え、何これ何これ何、何すればいいのこれ、え、何これ、え、ちょっとちょっと俺何すればいいの、え、全然わかんないんだけど、え、これ何何どうすればいいのこれ、え、マジで何これ、え、マジか、これどうすればいいの、え、これどうすればいいのマジで全然わかんないんだけど、え、みんな飛び越えてったよね、え、これ何、全然わかんないんだけど、嘘だろう、これこんな負け方ちょっと許せないんだけどちょっと待ってや、これどうすればいいのこれ、まあもう負けちゃったから何とも言えないんだけど、これちょっと説明書先に見とけよかった、ジャンプ台十字ボタンの左上か、そんな知るか2段階だから負けたか、あー、さすがに左上はちょっとな、いやー、くそー、左上か、初めて負けてしまいました、はい、悔しいな、ちょっと左上っていう押し方っていうのはちょっと、ちょっと納得いかないな、ちょっとゲーム内のチュートリアルが弱いかな。あ、しかも賞金ゲットしてるし、ちょっと許せないな。悔しいな、ちょっと悔しいね、これは、悔しいというか、なんか納得がいかないよね、左上か、ちょっと癖があるな、左上をさせるか、あそこで、っていうか1位が逆転された時に取説見りゃよかったね、ちょっと取説を見るという発想がなかなか持てなかったのがちょっと残念でした、はい、ということでね、まあ
取説を 見ようという、まあ、教訓はそれだけなんですけど、まあまあでも1位じゃなくても多分ビリにならなければ毎次に行けるようなゲームだったはずなので、まあパスワードも出たし、次回はねこの続きからやっていこうと思います。はい、ということでこのチャンネルに応援いただける方はぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。